音楽ホールとしては異例にも実際に演奏できる貴重な千川アベニューホールの舞台クリスタルピアノとは透明なグランドピアノの総称。本体外枠や足、鍵盤外、大屋根、椅子など外から見える大部分が透明アクリル樹脂によってできている。ホテルのロビーへの展示やライブコンサートでの使用など主に多くの人の目に触れる場所に多く納入されている。 1950年代初頭、ドイツの老舗ピアノメーカーであるシンメル社が世界初のグラスフラグルを発表した。その後、1971年に日本の可愛楽器製作所も CR-40A と CR-30 の2モデルの受注生産を開始した。CR-40A は1991年からヨシキがコンサートなどで使用していることもあり、 広く一般にもその存在が知られるようになった。現在、クリスタルピアノを一般販売しているのはシンメル社と可愛楽器製作所の2社である。本来、木製の部分がアクリル樹脂でできていることから、通常のグランドピアノと異なる特徴がいくつか挙げられる。ありがとうございます。